こんにちは。こんにちは。いすみ首スタジオ体幹クラスです。よろしくお願いします。お願いします。今日のトレーニングは、お尻に力を入れるトレーニングです。たかちゃんが片足で立つとフラフラするということですが、ちょっと片足を上げてみてください。はい。お、なんとなく力入りづらい。はい。逆の足はどうですか？足は大丈夫なの。割と立ちやすいです。うん。では、ストレッチポールを持って壁に立ってください。はい。まず、アライメントをしっかり入れましょう。足は骨盤の幅に開いていただいて、はい、お尻をつけて、ウエストの後ろに隙間を作ります。はい、ただ、溝落ちがしっかりつくように、はい、そう。頭は離さないようにしっかりつけといてください。はい、いいですか、はい、溝落ち締めましょう。そこですね。はい、ただば、少し膝を曲げて、左のお尻に力を入れます。はい、力入りましたか？はい、入れました。はい、左に少しポールを転がすようにスライドしてください。はい、手は体の横ですね、はい。はい、できなかった右足を床から上げていきましょう。はい、さあ、皆さんも何回かゆっくりとこのトレーニングを続けてください。大事なポイントはですね、アライメントを崩さない。左の肩が後ろに行っちゃうと思いますので、肩の高さを変えないように、体をひねらないようにやってみてください。はい、もう一回元に戻りましょう。膝を曲げてお尻に力を入れます。入ったらば、少しスライドをします。体がずれないように意識を払って、できなかった足を床から上げていきます。床に上げることは大事ではないので、体がひねらないように、正しい姿勢が崩れないことを意識しながら皆さんもやってみてください。だんだんとできなかったお尻に力が入るのがわかると思います。高く足を上げようとしなくて大丈夫ですので、軸足のお尻、力の入らなかった方にしっかりと体を乗せるイメージですね。さて、ではもう一回試してみましょう、はい。先ほどできなかった方の足上げてみてください。はい、上がるようになったかな？はい。来ました。来ました。すごく入ります。後ろが。お尻入る？お尻入りました。あ、よかった、よかった。うん。片足で立ってみたときにフラフラしちゃう方は、ぜひ、ストレッチポールを使って、お尻のトレーニングをしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。